橋岡昨日頑張ってましたね、本当に。ルートンはもう守備のセオリー誰も守ってないから、もうあのチームではもう頑張るしかないですね。いやもうルートンだってもう、失点するべくしてしてるというか、よくあそこまで2点で持ったなみたいな、ちょっと厳しいと思うな、ルートン、あの戦力で、あの守備の約束事とのなさは、なさというか、失点しないためのセオリーの守らなさでやるのは、T 字もロックもさ、コンプも何もできてないからね。まあ、橋岡がもう 降格ししたとしても橋岡が他のチームに誘われるぐらいいしかないね,橋岡ねルートンタウンなんかルートンタウンって絶妙っすよね今まで日本人の名前とか全然わかってなかったけど優太君全く関係ないけどルートン橋岡の話してほしいですいやでも特に言うことないですよねなんかあのよく言われるのはステップアップするんだったらそのリーグでボールシ配率だったりとかチャンスメイクスが多いチームの方があのステップアップできるみたいな。ただ橋岡の場合ディフェンダーで まあ3バックの右なのか、4バックの右なのか、ウィングバックに使われるのか分かんないんで、ただルートンだとそういう受け身になるじゃないですか、守備で。ほとんど守備の時間みたいな。だから橋岡のそういう、の弾き返したりとか、空中戦頑張って守備ね、貢献できるみたいなところで、そこから次に中継のところ見つかって、1個ステップアップしてみたいな、じわじわいく感じだと思いますね。ただ、スタメンを取るのが、他のプレミアのクラブに比べたら難しくないから、 あとはどのくらい橋岡を求められて、ルートンが求めてくれていったかどうかによるかなと思ってますね。菅原、マイクマのサイドバックバトルの橋岡も混ざってくるようになるのかねでもこの3人で言うとね、マイクマが食い込んできたって感じですよね。菅原、橋岡なのかなって感じだったし、その前には室ヤとかね、久々に室ヤって言ったら、室ヤの言い方になりましたねそう。この菅原のところもプレスはまるからね、これね。これがマイクマだとちょっと内側入ってね、右ウィングにコース作ってくれるけど、北朝鮮相手だといいけどね、これが相手強くなると、プレスのはめろになりますね。 スガーラペナ幅ぐらいまで絞った方が板倉と町田が3バック化できて今度伊藤洋輝が中盤化できるみたいなだから後ろで北朝鮮がプレスかけないで来てくれてるからいいけどかけられると面倒になる立ち位置です結構ね感覚的なポジショニングをしちゃうっていうかねリズムでポジショニングできるタイプのサイドバック2枚じゃないから早めに先制点取れてよかったねそこでビルドアップうまくできなくて崩せないっていうことが起きかけてたから起きかけるっていうか起きてるから だからこういう風に、あの、後ろのポジショニングが良くないサッカーの場合は、ダブルボランチが失わない質の高さとか、ワク失わない質の高さが重要になってくる。だから難易度を下げられない戦術ってことになるんですよね。みんな想像してみてほしいんだけど、この伊藤だったり菅原のところ、ボール入ったらさ、こう、赤の北朝鮮の選手が全員さ、一個ずつずれれば全部ハマる立ち位置になってるじゃん。あ、だから今みたいに森田がここ、こう降りてきたこれめっちゃいいっすよ。こうすると外も中もどっちも。分かってるな。さすがっすね、森田。 だから今度右サイドでは、それを田中王が中盤にサポートいってるから、そう菅原がこの今の立ち位置、でも菅原にボールいったとしても、今度、堂安がそこ立ってないから、今度、菅原ボール受けても、中盤よりも高い位置いけないから、このあたり、リズメの選手が右にもいたらいいんだけど、それがマイクマなんだけど、マイクマ入ってないから、菅原はそれ勉強しなきゃいけないですけど、多分しないタイプなんで、きついですよ。ねマイクマの序列低いのは、もう可視化しやすいフィジカルが菅原に負けてるんだと思いますね。スクロス上手いとか プレス耐性高いとかだからこういう風にペナ幅のところにウイングにもライン管にも供給できる人がペナ幅の幅で立ってるといいんですよ。今はね、これ、えー、街田か立ってるので。右サイドはそのペナ幅のちょうどいい立ち位置を、こう菅原広がっていっちゃうんですよ。そうすると、これ菅原にボール出たとしてもただハマるだけなの、これ。ここから全部グーっていくだけで、ウイングにつけても後ろ向きになってこう潰されやすいっていう。だからこうなっちゃうんですよ。予言みたいでしょ でもこうなるの絶対サッカーってセオリー上だからこれは菅原が学ぶか森保さんとかコーチ陣が学んで教えてあげなきゃいけないんだけどずっとやってないからこれは相手強くなったらあそこでカウンター食らって終わりですそうだからこういう配置とか技術的な能力は絶対なきゃいけないんですよフィジカルとかでもそれを持ってる人たちの難易度を下げるのが戦術の目的なんです戦う術なんでワンタッチ目がいいな相手のプレス受けないとこでやばい森田そうなんだよな この連携で何とかしやっぱ菅原ね地続きで考えられないプレーが多いよねその外張りすぎてるから堂安とのワンツーも技術頼みになるしクロスも何となくでニア入れてるからカウンター食らいやすいしっていうねここで伊藤が上がりすぎるとこれうんこうなるんだよねむずそうだから両サイドバックのね立ち位置を具体的にしないからこのカウンター決まってんだよな 今のも、右は田中青が降りてきてくれたんだけど、左で、この立ち位置いてくれたら、両方配球できるのに、微妙に開いてさ、あの、相手に近寄ってくるから、ボール受けた時にはもうハマるから、だからここ出さないって分かってた相手も。立てつけた時には危ないディフェンス考えたら、菅原のところ長友にした方がいいですけどね。FC 東京で今ね、右やってるし。すごいな。こんな感じであんま解任ってメディアで言われないもんな。不思議なぐらい言われないもんな。 菅原、堂安に受け渡してないのについてってないから、相手強くなると本当にやばいよね。だ菅原がね、ガチ目の試合で苦しむのって、ああいうところっすよね。状況認知からの実行のところで、かなり、実行しきった後っていうか、決まったプレーならいけんだけど、普通に見てたら菅原の守備って、ね、旧日本サッカー型の守備ですからね、なんとなくのゾーンのところにいて、なんあの人が来たり、ボールが来た時に頑張るっていう、気づかりにくい問題点ですよ、ね。長友の方がおっさんなのに、そこらへんうまいのがまた面白い。まあ年取っ 出るとできないじゃなくて、むしろ、あれですかね、その、年月重ねても残ってるのは、その頭の部分があるからで。そから変えるとしたら菅原変えた方がいいですけどね。菅原のとこ長友にした方がいいね、絶対。右サイドバック誰でも、うん、でも長友が一番分かりやすく良くなると思うな。北朝鮮な対人で負けるってことはないだろうし、いくら長友がね、トップレベルに衰えてるって言っても。教えとおけども、対人でめちゃくちゃ弱いかっていうとそうじゃないからね。そうそう、これでいい、これでいい。ナイス、そうそうそう、あークロス入れて、にやかい <laughs> <laughs> ニアは引っかかんだって。意図のないニアやめてほしいな。そうでこういう風にカウンター始まるからさ。いや、マジでこの力なくて助かったな、北朝鮮が。ほんと菅原のところが怖いね。プレイ選択がね、理にかなってないのが多すぎるからな。プレイ選択が理にかなってないことは練習だと見えないですからね。11対11の練習なんてしないし。普通にロンドンの中でボール失わずにいいパス出してたらいい選手ってことになるからね。まだ前田大勢のクロスの方がいいですね。スペースあるところにさ、クロスポイント。 ファーガーのゴールエリアのライン上飛び込んだら決まるとこ行ってるから。ただそこが共有されてないから得点になってないけど。菅原の場合は見えてる人のところにボール出すから相手にカットされちゃうけど。そう、クロスってね、ファーガーのゴールエリアライン上に行って人が待ち合わせるんですよ。スルーパスに近いんですよ。人がいるところにクロスを送りがちじゃん、みんな。人いるところっていうのは味方がいるところね。味方がいるところにクロスを送ると、もう想像してもらえばわかるけど、相手のディフェンスは勢いつけて入ってくるからやられるんだ。 でも、スペースに対してだと最初からスペースに相手って入れるわけじゃないから、人を捕まえとかなきゃいけないから、最初からスペースにいたらライン下がりすぎちゃったりするしね。だから、クロスが決まるポイントって、基本的にゴールエリアのライン上ぐらいなのよ。で、そこに相手が下がっててマイナスに人がいなかったらマイナスもありなんだけど、基本ファー側のゴールエリアライン上に、キーパーが対処できないボールを蹴るのが一番いい。でも今、今僕が言ってることも基本なんですよ。基本だけど常識ではないから、だからこういう配信で言うんですよね。 みんなの力で常識にしてほしい。なったらなったで僕自分のチームが戦う相手に対してハードモードになっちゃうんですけど、でも橋岡はどんどんね、スペースでボールを受けて、裏走っていく選択肢はすごいいいですね。ずっと橋岡が裏狙うし、今もシュートで終わるしで、ね、やっぱルートンタウンなのがありますよ、ね。こう強者に立ち向かうサッカーを普段やってるチームだから、まあ、ルートンがすげえつなぐサッカーやってる可能性あるけど、いいですね、でも、やるべきこと分かってる感じ。 私、レオザフットボールが監督を務めるシュアボ東京では、毎週水曜、金曜、19時間の練習でセレクションを開催しております。場所は都内近郊。シュアボ東京で25万人以上に見られながら、報酬をもらって本気でサッカーしませんか多くの関係者が見るチャンネルですし、シュアボから J リーガー排出を目指す僕らとしては、ステップアップも大歓迎です。概要欄の URL からのご応募、お待ちしております。